さっさと始めろ、グズ野郎。いよいよ壁外遠征が始まりますね。団長、兵団の指揮をお願いします。私たちの目的は領土の奪還です。獲得資材を持ち帰るのもお忘れなく。まずは近くの地域に進みましょう。巨人を掃討すれば奪還できますよ。任務開始だ。俺も言ってやるから、せいぜい悔いが残らねえようにやれ。急いでやる。おとなしくしてろ。はい。負傷しました、援護願います。面白い話しやがって。助かりました、礼を言います。間に合ってよかった、任務を続けよう。はい。救援要請か、無視はできねえな。はい。行く。助かりました、ありがとうございます。間に合ってよかった、任務を続けよう。急いで。救援要請か、無視はできねえな。続けよう。やる。
急いでやる。あの巨人は新兵の手に余り、やるか。邪魔だ。行く。まだ油断はできない。助ける。ヘラするなよ。任せた。わかりました。ヘラするなよ。任せた。俺たちの勝ちだ。みんな、よくやった。巨人の掃討に成功しましたね。とはいえ、我が兵団は人手不足です。始めるぞ。おとなしくして。はい。了解です。行きましょう。行く。救援要請か。無視はできねえ。片付ける。面白い面しやがった。救援要請か。無視はできねえ。急いでやはできねえ。拠点はここに頼む。ありがとうございます。助かりました。間に合ってよかった。任務を続けよう。ここで味方に会えるなんて、僕でよければ力になります。
面白い面しやがって。危険そうだ。任せた。分かりました。手はするなよ。任せた。了解です。俺たちの勝ちだ。ミラ、よくやった。一緒に海を見に行こう。仲間が増えましたね。一緒に出撃した兵士同士は絆が強まりますよ。物資が少なくなってきましたね。一度兵団拠点に戻りましょう。
気持ちで負けたらダメね。兵士は戦闘を繰り返すと疲労がたまったり負傷したりします。出撃する兵士を適時入れ替えながら遠征を進めていきましょう。まといにはならないぞ。俺も言ってやるから、せいぜい悔いが残らねえようにやれ。救援要請だ。初めて一人前、それが調査兵団だ。あの巨人は新兵の手に余る。やるか。わかりました。急いで。
俺たちの勝ちだ。いいな、よくやった。遠征中は予期せぬことが起こる。助かりました。ありがとうございます。まだ戦えるならさっさと行け。面白い奴が仕上がる。救援要請か。無視はできねえな。来たね。助かったわ。ありがとう。なんとかできてよかった。いいところに。俺たちでここを切り抜けましょう。なんだあの巨神、危険そうだ。ヘラするなよ。任せた。わかりました。ヘラするなよ。了解です。どうだ。俺の敵じゃない。俺たちの勝ちだ。みんなよくやった。
ける。始めるぞ。了解です。行きましょう。やる。救援要請か。無視はできねえな。俺の敵じゃない。続けよう。救援要請か。無視はできねえな。面白いつらしやがり。片付ける。ありがとうございます。助かりました。間に合ってよかった。任務を続けよう。手はするなよ。わかりました。任せた。わかりました。手はするなよ。任せた。わかりました。俺たちの勝ちだ。リーダー、よくやった。